ガネ様ですということですね。本当にやばい、ちょっと本当にやばいんだけど、そう、僕変な人なんですよ。変な人で、その時の感情も僕もちょっと理解できない。その時の僕の感情も本当に理解できないんだけど、なんか下半身全裸で熱唱してたんですよ、家で。やばいよね。いや本当にやばいと思う。ちょっと意味わかんないんだけど、しかも本当に下半身全裸で、あのアドさんの私は問題作を熱唱してたんですよ。私は問題作、あたしは問題です。そうでもないよ。ちょ待ってよ、なんでみたいなやつを、いやガチで鼻歌レベルじゃない、もうガチの熱唱、もうクソキモアレンジで、ありがとうございます、うわ私は問題さん、私は問題さんみたいな感じで、本当にガチの熱唱してたんですね。もう本当やばいくらい、しかもフル尺で下半身全裸で、もうやばいよね。本当に気持ちよかったんだ、本当に気持ちよくて、わーみたいな、歌ったーうーと思ったら友達がいたんす。やばいよね。え、なんで？え、ガチでやばい。え、本当にやばい。本当にやばい。もう違う。下半身全裸はもう全然いいよ。100本譲る。いやでも本当にガチの熱唱のも本当にやばい。やばい！本当にやばい。これは大問題だ。私大問題だ。本当にやばい。ちょっとやばいよね。なんでかっていうと、アイス食べようみたいな、僕ピスタチオアイスにハマってて、ピスタチオアイス食べようって言って、その友達に合鍵を渡してたんですよ。合鍵を渡してて、この日に食べようねって言ったのを忘れてたんですね、僕が。で入ってきてたんでしょうね。入ってきてて、僕が下半身全裸で大熱唱してるっていう。いや言えよ、てか来る前に LINE しろよって言ったんですよ。 LINE 来てました。来てたんですね。怖いよね。それに気づかないくらい大熱唱してたんでしょうね、フル尺。やばいよね、本当にやばいよね。でいやてか来たなら言えよって感じじゃないですか。え、友達なんて言ったと思います？なんかまた変なことしてるなと思って見てたって言ったんですよ。バカじゃねえのかてめえ。てめえ俺恥ずかしいぞ、本当に恥ずかしいんだけど。え、めっちゃ恥ずかしくて顔真っ赤になってさ、もうやばい、もう本当にもう滝汗だよ、もう熱みたい。もうて本当に恥ずかしい、本当に恥ずかしいって言ったら、ねえピーちゃんって恥ずかしい感情持ってたんだね、ち殺すよっていう、本当に直近のやばい話でした。わーやばい、トラウマー。それではピーマイ様でした。バイバイ。ペロ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 リンガペロリンガだよ。か